阪神寺160キロ連発に技あり牽制。阪神も右 DNA 2024年4月3日京セラ D 急速表示で京セラドームに歓声が湧いた。160キロ勝利を呼ぶ男ゲラが登板2試合目で本領発揮だ。8回西から石上への初球に来日最速をマークすると3球目にも再び160キロで空振り三振。迫力のスピードだ。球団では4人目の160キロ台。3月31日の巨人戦に続く連続ホールドで今季のホーム初勝利にしっかり貢献した。調子も良かったし、あそこは三振を狙いに行った。声援もすごくて自分にとっても衝撃的だった。気持ちが高ぶったよ。スピードだけじゃない、有力士としてメジャー経験を持つ野球センスでピンチを切り抜けた。1点リードの8回から2番手として登板。先頭の関根に右前打を許し、続く山本のホリダで1・2塁。ここで見せたのが冷静な状況判断での牽制だ。素早い速球に2走、関根は戻れず1・6・5でタッチアウトに封じた。内野から声がかかったんじゃなくランナーの動きを見てだね。怪しかったので様子を見たらああいう形になったんだ。ゲラがより順応してくれたら後ろが強力になりますね。岡留、桐敷、ゲライはザキタツで勝ちパスくれそう。浜地や岩佐が調子戻してくれたら監督はやりくり大変だけど嬉しい悲鳴ですね。ゲラはただ速い球投げれるだけではなくフィールディングにも長けているし、できればバッティングもぜひ見てみたい。球の勢いもさることながら昨日ランナー関根をアウトにしたプレイ、あれは本当に大きかった。あれがなければ他の段階ではまだ全然わからなかった。過去には本当にただ投げるだけでフィールディングはほぼ無視の助っ人も多かったが、ああいうちゃんとランナーに気を配り細かいことができるのもポイントだい。ゲラはコントロール次第ではクローザーでいけるかも。現状だと岩崎でいくつも引退だが、やはり岩崎はセットアッパーだと思う。ゲラがハマってくれるとありがたい。ゲラが期待通りの活躍をしてくれたら少なくともザキさんの負担は軽減されるしな。鉄壁のブルペン陣も昨シーズンのメンバーが全員万全な状態で開幕を迎えられたわけでもない。ゲラには監督の言うプラスアルファになってほしい。体型も日本人っぽくて、でも投げる球は160オーバーのエグサ内に秘める熱い男って感じで人気出ること間違いなしですね。まだ寒い日もあるので怪我には気をつけてチームを救ってください。あの場面で落ち着いて牽制できたことに痺れました。あの場面でランナー刺してくれたのは本当でかかった。オープン戦でも牽制で刺してたし、今後ランナーも警戒してくれるでしょうね。力感のないコンパクトなフォームなのに160キロ出るから打者はタイミング合わせずら添えね。変化球が1個でも制球できれば直球とのコンビネーションで無双しそうや。現地で見てましたけど、あのプレーで傾きかけた流れを引き止めた。でもフォーム的に160キロ出てる感じがしない。不思議なピッチャー。コントロールもまずまずやし、メジャーが何で出したのかも不思議。外国人のゲラ投手、慌てることなくプレートを外し、まずはボールを持って走り走者を二塁側に追い込んでのセマポロセプレー。こういうプレーが普通にできる、というか投球前に走者の動きを察知したというのも素晴らしい。ランダウンプレーへの入り方が完全にイエスだったね。先頭に軽くヒット打たれてしまうところや、まだまだ投手としては初々しいところもあるけど、最後のストレートズドンはメジャークラス。ゲラはまずまず当たり助っ人と見て間違いない。まだ開幕したばかりだけど160キロ出るし、コントロールもいい。まだ若いし、早めに来季以降の契約も考えておいた方がいい。ゲラ投手さすがです。オープン戦から牽制は抜群のセンス持っていました。クローザーとしても期待しています。一塁にいる時からゲラの足の上げ方がちょっとゆっくりかつ大きかったので、関根は隙あらばとか思ったのでしょうかね。ランナーの動きが明らかにおかしい。なぜ飛び出したのか理解できない。関根の怪しさって新外国人にもバレるレベルなんだな。笑い。ゲラ160キロで空振り三振を取った後のガッツポーズかっこよすぎやろ。阪神って外国人投手は当たりの確率高いよね。また阪神からメジャーに輸出されてしまうのか。球もエグいけど竹火で惚れた。2年は阪神いてくれ。軽く投げていそうで160だからな。ゲラ160キロのストレート、頼もしいセットアッパーやん。まさかケラー出してケラーより速いボール投げる選手取ってくるとは思わなんだわ。ゲラが8回の男になってくれたらブルペン陣がさらに盤石になる。一球一球テイクバックのタイミングを変えてるのかな。後ろがアッチソンみたいに小さいしわら、それで160キロが来たら打者も着払いっぽくなりそうだな。スアレスの再来、PJ、スアレス、ゲラとここ数年は神リリーバーに恵まれてる。ゲラは全然ピッチャーっぽくない投げ方なのに、無理してる感じもなく伸びのある160キロのストレート投げられるのすげえな。スアレスの再来やん。勝ち試合以外で使ったらもったいないピッチャーや。ボールの伸びがえげつないね。1年通してこの状態をキープしてもらえば安心です。伸びもあるしめちゃ良いな。この補強でかすぎ、よく取れたな。こんな良い投手ゲラエス、ゲラかっこよすぎ。ご視聴ありがとうございました。
ャンネル登録よろしくお願いします。